民衆が王政から自立し自らの手で政治を治めようとしていた頃、北東に位置する宗教国家ベリアでは邪悪な宗教が勢力を伸ばしていた。その情勢の最中、ある男が邪教に走り、地位奪回のため黒御座の儀式によって魔界から次々と魔物を召喚させていた。その男は自らをゴートボーンと名乗り、ホーリーキャスクという黒魔術集団を結成した。悪魔を崇拝し、エゴイズムこそ自然界の生んだ絶対秩序だと唱えながら、次々と大虐殺を行い、人々を震え上がらせていた。娘さん、舞踏家のカール・ランスの聖地とはここかね？ええ、そうです。でもカール・ランス、父は2年前流行り病にかかり亡くなりました。なんと、お嬢さんでしたか。お嬢さんがいたとは。お前さん、名は何と申す？私はコルク、コルク・ランスです。わしはゲイル。父上の古い友人でな、ある目的のためにここに来たんじゃが、コルクよ、父上は亡くなられる前に誰かに技を伝授したと思うんじゃが。父の技は姉が受け継いでいます。でもその姉も昨日魔物たちに連れ去られてしまったんです。なぜ姉が連れ去られなければいけないんですか？ブルク公との結婚を控えていて、二人の姿は幸せそのものだったのに。なんと。今まで連れ去られた人たちはガレス城のどこかに幽閉されているのだと聞いています。私は今から姉を助けにガレス城に向かうつもりです。お前さんは？私も多少の剣術は心得ているつもりです。なんという偶然じゃ。実はロイナ伯爵のご子息ブルック公が魔物にさらわれたのじゃが、そのブルック公を救出するために屈強の人物を探してくれとの依頼を受け、この地を訪れたんじゃ。その時預かり受けた品がこれじゃ。これは？これは伯爵家に代々伝わる、かつて使徒の身につけていたと言われる鎧と二節痕じゃ。使徒とは昔の文献に登場する救世主のことじゃよ。コルクよ、そなたにはその資格がありそうじゃ。これを持って行け。これを私に？ありがとうおじいさん。姉さんのため、いえ、人々のためにも私は戦います。わしはこのことを伯爵に告げ次第、そなたの後を追うことにしよう。無理をするでないぞ。